ドミノレコーズはイギリスロンドンを拠点とするインディペンデントレコードレーベル。主にインディーロックやインディーポップのアーティストが多く所属している。アメリカに支部を持つ。2006年にドミノレコーズからデビューしたアークティックモンキーズ1993年、ファイアレコーズの A&R であったローレンスベルト、パートナーのジャッキー・ライスによって創立される。最初のリリースは セバドーのシングル。初期のリリースはアメリカのアーティストが多かったものの、徐々にイギリスのバンドの作品も増え、現在はフランツ・フェルディナンドやアークティック・モンキーズなどのビッグアーティストを抱え、イギリス音楽の音楽の歴史を代表するレーベルの一つとなっている。参加レーベルとしてザ・パステルズのスティーブン・パステルが主催するジオグラフィック・ミュージックダブル・シックス・レコーズ、 ウィアードワールドレコード CO、リボンミュージック、リーコーズリーコーズを要する。フランツフェルディナンドザ・キルズ・アンナ・コルビーかつて、契約していたアーティストを含む。ありがとうございます。